あなたの助力をとても期待している、利用しているよっていうメッセージが来るね。まあ、女帝にナイトのカップ、ここでシックスオブワンズが来てんだけども、まあこれがお相手様だと思うけどね、ナイトのペンタクルスが。まあナイトなんでそんなにどっしり構えた方ではないけれども、あなたを利用するだけ利用して裏切った方かもしれない。一番大きいトライアングルの5の位置に5の相図が来てるんだけど、まあ、よからぬ取引を考えてるよと。あなたもこのお相手さんの本心っていうものを確認しきることができなかった。薄々は感じていたか、もしくは不安に思っていた。だけど自分の中でしっかり確認することができなかったかもしれないね。だから彼のために尽くして尽くして、尽くしきって結構、疲れ切ってしまった。で、決定的には裏切られたと。この方はひょっとすればね、あなたを女性として、あるいは労働力として見ていたよってメッセージが来る。だから人間としてはね、もともと重きを置いていなかった。方かな。だからあなたを利用できるところまで利用して、ある程度の勝利を得たところで、あなたを切り捨てたんじゃないかな。自分ではとてもやり手だと思ってるかもしれないけど、まだまだそこが浅いかもしれないよね。ハミートのトップだけど、考察がまだ足りないよっていう。おそらく自分がその過去に、まあ過去というか、まあ根底にだよね。根底に原動力として持っている悪巧みみたいなもの。そこに結構あぐらをかいてしまって、それが原動力で動いてる方だよっていうのが。で、胎の位置には、まあ、あなたの下克上だよね。謀反が出てるね。まあ、自分の今の処世術みたいなものを過信してしまってる方なんだろうね。だからあなたに対してもとてもその安く見てるというか、甘く見積もってる。あなたが欲するもの、またその欲するものという意識があなたに罪悪感をもたらす。そこら辺も見透かしてるんだよね。あなたの善良さに内在する弱さをコントロールする人。それを見つけて、徹底的に搾取する人だよと、メッセージが来る。だからあなたは、やっぱりとても傷ついて、このナイトのワンドなんだけど、
まあ、あなたの情熱というか、まあ、情念かもしれないよね。うん。そのパワーが彼を、このお相手さんをね、破滅の道に誘っていくよっていうのが見える。そのあなたのね、この方に対する恩的討伐の念というのかな、それがこのインスピレーションから伝わってくるんだよね。とても後ろ向き、やはりネガティブなパワーなんだけど、それに彼が囚われるよと、発見するよと、この方の足元を救っていくのかな。このトライアングルで言うとね、体の位置にトラスト・ヨア・ハート、本当の心っていうもの、まあ、だけどハーミットが全然こっち向いてないんだよ、うん、だけど多分自分の本当の気持ちとかっていうもの、まあ、ずっとなんか気づけずじまいで上滑りしたような魂の成長にいくつか失敗しててね、だけども上滑りするような意識で生きてきた。ひょっとすれば物質的な価値ばかり求めて競争社会で勝ち上がることばかり、人を利用して搾取して自分が這い上がることだけ考えてた。そういう中でこの方は自分の本当のハートっていうのを完全に落としてしまってるよ。そのとても人間的な部分っていうのをこの方はあなたの情念に発見する。うん。だから相当辛辣な裏切られ方で、あなたは落ちるとこまで落ちた、ボロボロになったと。でその負のパワーっていうのがさ、全部因果応報でこの方に返ってくんだよね。心をね、見つけられてない人、自分の心の居所を見つけられてない人だから、このカルマ深いよね。あなたを捨ててね、この方はね、ご自身のお眼鏡にかなう人と家庭を持って子供を作った、うん、そういう方だと思う。そういうことをする方なんだけど、だけどその相手もやっぱりこの方の三段なんだよね。恋愛者というよりは生活者としての三段のみかな。で同じで、お相手、この彼の、うん、あなたにとってはね、敵になるかもしれない。この方のお相手さんはこの方と同等か、この方より強い人だよってメッセージが来るのね。この方のお眼鏡にかなうぐらいだから。だからこの方とやっぱり波長ががっつり合うか、もしくはそれ以上のね、強い力、負の力を持ってるって。だから互いに壊し合っちゃうんだよね。互いが互いを利用してやろうというような、心と心が触れ合わない家庭を作ってしまうよと。だけどもね、そもそも悪代官になりきれるような方ではないから、本当の自分の心の在りかを見つけられてないだけの人、それでこの社会の悪乗りの部分で走ってきちゃった人だから。だからこの方がね、あなたを捨てて一緒になるね、伴侶はね、子供と結託してね、この方を孤立させるっていうメッセージが。そしてまた自身で気づいた過程に息苦しくなって、いたたまれなくなって、また不倫をすると。その不倫もね、真のロマンスではなくて、
愛の搾取。何度不倫しても満足できなくて、この方は退職前に不節制で体を壊す。老後はね、何か依存するものが必要だろうから、ギャンブル依存か、ギャンブルが嫌いならアルコール中毒になっちゃうかな。この方がね、人としての心を取り戻すためにはあなたの強い情念が必要なんだよ。で、この方がさ、行く末あなたにしたひどいこと、そしてあなたの気持ちを理解した時にこの方は改心する。ただね、自分の本当のハート、自分の本当の心が戻った時に、もう体は心、体はね、その心を受け入れられるだけの体力がない、基礎体力がないの。だから最後はね、自ら命を絶っちゃうかもしれないね。酒の中にあなたの情念を見て、締まるロープの粗めのきしみの中にあなたの優しさを知るよってメッセージが来る。人を利用するだけの人生だったこの方に必要なのは本当の心、その心を痛感させる役回り。嫌な役回りだよねがあなただったかもしれないね。十一面観音様来ました。完全浄化。まあこんな方でも救ってあげるわっていうメッセージ、優しさも聞こえるな。ただもっぱらあなたはこの方にね、この方の人生に引き回されて散々自分のエネルギー使っちゃったでしょ。だからやっぱりこれ以上引きずられちゃダメね。かわいそうだから、このお相手さんも一緒に次元上昇する？嫌だよね。この方はね、あなたにした仕打ちのひどさっていうのを痛感する時が来る。だからそれじゃあなたは引きずられないこと、十一面観音様はそう伝えています。夢ばっか語ってる方かな。セブンオブカップ、あなたに夢見がちなことを常に提案する人じゃない。シックスオブソーズ でひょっとしたらあなたを金づるとして見てるかもしれないね。紐のような存在かもしれない。あなたをね、まあ支配とまでいかないけど、
あなたにマウントを取りたいっていうメッセージがすごく強くくる。うん、ひょっとすれば何度も裏切られてるかもしれないよね。もう仕事見つけるよ、もうちゃんと働くよって何度も言ってるんだけど、結果あなたに頼りきりかもしれないね。ただね、性エネルギーのすごく強い方だよってメッセージが来るのね。だからあなたをね、絶対に離さない。あなたとの男と女としてのね、関係性を絶対に離さないぞってメッセージが来る。無双家で、そして非常にパワフルなこの方と初めて出会った時に、ツインレイと錯覚するほどの縁を感じたんじゃないかな。初めて会った時から初めて会った気がしない。この方とても浮気症かもしれないよね。うん、あなたを裏切る、あなたを傷つける。だけれどもあなたも、うん、この方にとらわれちゃうんじゃないかな。仮に別れたとしても、寝てる間にね、有限界アストラル界でこの方と会ってるよっていうメッセージが来る。この方にね、魂のマウント取られてる。あなたのルシファー的な側面に期待してるよってメッセージが来るよ。彼はね、羽ばたくことを遠に諦めた堕天使。この地上との結びつきを、この物質世界をとことん愛し抜こうっていう腹、もう昇天する気はないよってメッセージが来る。この地球という星とともに滅んでね、うん、この星の一部として脈打っていたいっていうメッセージが来る。ちょっとね、マゾ的でもあるんだよね。風切り刃を切られた愛玩動物としての飛べないオウムのようにさ、こう訴えてるよ。あなたがサロメならば、俺はヨハネの首となろうって。この方がね、本当にツインレイか、まあ、ひょっとすれば本当にツインレイなのかもしれない。うん。ただこの方がね、仮に本当のツインレイじゃなかったにしても、この方との出会いがね、あなたに、新たなカルマを植え付けるよって。あなたの体に新しいカルマとしてこの方との関係性が刻まれるよって。このページオブワンズがね、うかうかしているあなたに見えるんだよね。この方の無双術中の中にいて、アストラル界でこの方と密会をし続けてる。まあ独特だよね。あなたを金づる、まあいい、まあ生活の糧っていうのかな、この方が生きていくための原動力として捉えてる。ただまあ本当に強い日韓的な愛のパワーも持ってるから、ちょっと複雑かもしれないよね。このインナーネイチャーが、まあ、明るいカードだと思うんだけどね、やっぱり5の位置に来てるってことで、ちょっと
陰性のパワーを感じるんだよね。この方との出会いがやっぱりあなたに強烈なインパクトを与えていて、カルマとしてね、この方の存在があなたに受肉してしまっているよっていうメッセージが来るね。まあセブン・オブ・ワンズなんでね、むちゃむちゃきつい術中ではないかもしれない。やっぱりその有限的な、こう4次元に漂うような、何とも言えない感触の呪縛のように感じるんだけど、まあ、ジェネラシティ、まあ、寛容さとか寛大さだけど、あなたがやっぱりなんか惑わされちゃうのかなっていう、そんなメッセージが来るよね。まあ、この方はね、やっぱりあなたを裏切ってとてもひどい人だけれども、何か一緒にいると不思議な力をもらえるんじゃないかな。この方と一緒にいると破滅してしまうんじゃないかと。この方と行く別天地っていうのはね、それは破滅なんじゃないかっていう、そんな気がするんだけど、だけど何かこの方といると、底知れぬ力が湧いてくる。だから受け入れてしまうよって。まあ、この方の望みっていうのはさ、あなたにこの地上にいとどまってほしいんだよね。堕天使であってほしい。元はあなたは天使だった。だから堕天使になってほしい。傷ついた羽を癒さないでほしい。傷ついた翼のままで愛し合いたいんだと。ちょっと魔族的な、なんか力をね、すごく感じる。まあ、あなたに捨てられたら破滅してしまうでしょう。ただこの方の悪の想念というのはね、あなたの体内に新しいカルマとして息づいていくよって、そういうメッセージが来るね。ただどうだろうね、やっぱりその異性関係っていうのがあなただけでは収まる人ではないんじゃないかな。輪郭が曖昧っていうかね、こう他者との境界線が曖昧。この方の想念が無限に広がっていくよって、大地を伝ってね、この地上にはびこっていくよっていうのがね、見えるんだよね。まあ、この方の破滅っていうのはサロメの皿のヨハネの首ということかな。全くハレンチな、そんなになっても、ただね、そんなになっても物質的価値ラブ、ただ己を植物的に解釈してほしいんだって。今の地球の波動がね、今の波動のままだったら地盤沈下していってしまうって。ただそれでいいんだって。あなたに今もね、強いラブコール、愛をね、投げかけてる。仮にこの方とさ、もう終わってるとしても、たまに夢とか出てくるんじゃない。それはあなたが寝てる間にね、この方と密会してしまってるから。あなたに受肉したこの方のカルマが操作してる。嫌だね。地神様が来たね。グレイタイプ宇宙人のようなね、未来人のような、これはね、やっぱり上昇しなさいだね。宇宙、
まあ夕月会あたりでもしあなたが漂ってるとすれば、この方の呪縛にとらわれてるとすればね、そこでいいのかいって、四次元にいていいのってね、次元を上げなさいってね、最良の形でね、霊体としての自分を宇宙にリリースしなさいって知人様言ってるよ。それともこの地球にいつまでも居残って、このお相手さんとサロメの劇を享受続けるがね、演じ続けるか、それはそれで面白いかもしれないね。ただ何度も何度もやっちゃ飽きちゃうでしょ。うん、知心様クールだね。そんなにご利用しはしてこない、いいのかいって言ってるよ。有限会あたりでね、油売ってていいのかいって言ってるよ。今感じている次元よりはるかに崇高な次元がある、そのことを獅神様は伝えています。あなたを導きたい、そんなメッセージが一番来るな。ただ結構もういっぱいいっぱいなんだろうね。トップがナインオブワンズで手負いだけれども、それでもまだ未来を見てるよと。この方はね、自分のことは愛の戦士だと思ってるかもしれない。あなたにとってのマスターグルだと、あなたを引っ張っていくんだ、指導するんだと。この体の位置のカードのナイトのワンズがどうなんだろうね。情報不足っていうことで、まだまだね、まだまだ情報不足っていうことで言えば、この方の裏切られたっていうよりは今も裏切られてる状態かもしれないよね。ただとてもね、駆り立てられるようにこの方はね、突き動かされてるようにあなたとの関係性を求めてる。そして導くべきところへ導きたいと考えているよって聞こえるね。本質的にこの方は誰からも愛されない人、なぜなら誰からも嫌われたくない人、誰からも愛されたいと思ってるから、また自分にはその資格があると信じて疑わない。メサイアコンプレックス、自分のことを救世主だと思ってるね。この方のね、魂の成長の失敗、欠落した部分が原動力となってそうさせている。俺はキリスト、あるいは弥勒菩薩だと、
弥勒様だと言ってる。あなたは結構崇拝して信じてこの方についていったと。ただこの方はね、やっぱ心身の準備がまだできてないから変な上昇の仕方をしてしまってんだろうね。クンダリーニの失敗、クンダリーニの上昇の失敗、そしてサードアイが壊れかかってる。だからこのまま行くとね、カッコのスノウェイちゃん、彼が行くのはさ、美しい浄土ではなくてね、ジャック・ニコルソンの世界行っちゃうね。間違ってもシャイニングの方に行かないでほしいけども。ただまああなたが心配だね、ちょっとね、なんか今もこの方のことを信じてるのかなっていう、なんかそんなメッセージが来ますね。だからそういう意味ではまあ今もう裏切られ続けてるかもしれない。だこの方はあなたにとっての正しいマスターではないね。だこの方はね、多分自分はその崇高な次元にもう到達してると思ってるかもしれないけど、確かに上昇はしたんだろうけど変なところに到達してんじゃないかな。そこで得たその直感メッセージなんかを鵜呑みにしてあなたに、うん、またメッセージしている、あなたをコントロールしているよと。でね、あなたをね助けることにね快感を得てるからね、あなたがこの方の申し出を断ると結構ふてくされるんじゃないかな。そこにね自分の価値をね見出してる。だからその価値を否定されることはこの方を、この方のね命を奪われることと一緒だからね、うん、すごく不機嫌になるはずよ。ひょっとしたらすごく怒るかもしれないね。だからあなたはこの方のことを怖くて否定できないかもしれない。まあやっぱりちょっといっぱいいっぱいなんじゃないかな。もうこの方自身がパンク寸前、それでもまあリソースフルネス、うん、まあ知恵とか経験とかだよね、この方が今まで得てきた、うん、自分が持ってるそのメッセージとか、まあこれなんかペルソナに見えるけどね、そういう仮面を使ってなんとかやりくりしていく。この真ん中のシックス・オブ・ワンズが伊達に成功を収めてるだけに、まあ、ちょっと気の毒なドン・キホーテにも見えるよね。どうなんだろうな、あなたの役割的にはさ、あなたが鍵でこの方が鍵やな。この方があなたを救うんじゃなくて、あなたがこの方を救ってあげなきゃいけない気すらするね。あなたも嫌かもしれないけど、うん、なんかだけどこの縁っていうのはやっぱり、うん、やっぱり理由があってね、こう結びついてるだろうからね。この方はもう本当に破滅寸前というか、うん、もう破滅しちゃってるよね、もうね。本人は自分は崇高なんだと思ってるよ。崇高な次元に俺は存在してるってね。だけど実際は違うね。とんでもない偏僻なところにこの方は行く末ね、吸収合併されちゃうよ。
永遠に幽閉されるようにね。だけど本人は気づかないよ。俺は宇宙の美しい部分にね、組み込まれたんだって。だけどとっても偏僻なとこに行っちゃう人だね。まあ、こんな人といるとこの地上での実生活はボロボロになるね、やっぱりね。通常の生活っていうのは。なんかこの方の頬を一発引っ叩いてやればいいんじゃない。今時はちょっとコンプライアンスが問題あるかもしれないけど、ジェンダー平等だしね。なんか一発頬をパーンと引っ叩いてやることがなんかあなたに問われてる役目なんじゃないかなっていう気がするよ。ふざけんじゃないわよって、あなたの夢なんか付き合ってられるか、付き合ってられないわってバーンってね、ビンタしてあげるのがいいかもしれない。でないとこの方本当にね、おのぼりさんでもう宇宙のあの偏僻なところに登ってっちゃうよ。自分のこと天使だと思ってるからね、救世主だ、偉大な翼を持ったね、崇高な存在なんだって。まああなたがどっちかだな。今もう裏切りに気づいてね、裏切られたんだと思ってるのか、もしくは今も裏切られてる最中なのか。うん、水神様、うん、めぐれだよね。めぐらす。水神様はこの方のことを見捨ててないような気がするよね。この方の滞った、ちょっと変な方向へ行っているこのエネジーをしっかりとあのめぐらせなさい、こう巡回させなさいって、正しい流れ方、うん、もう今にももう動脈硬化を起こしそうなんだよ、この方の冷静っていうのは。自分のなんか能力を超えちゃってるし、うん、おかしなペルソナいっぱいなんか駆使しちゃってるしね。まあ、もしくはこの方との関係をご破産しなさいということかもしれない。でないとね、いつまでたってもね、この方の存在っていうのがね、あなたの中で浮かび上がってくると思うよ。愛の革命戦士みたいな感じ。大層なストーカーだよね。うん、うん、だからね、まあ、この方の破滅の道っていうのはね、とんでもない方向行っちゃうと思う。だからこの現世的で言えば、まあ、カッコの巣の上で、うん、その上に行っちゃうね。ただ水神様はね、なんとなくまだ改心の余地はあるよって、うん、この方の滞ったエネジーっていうのを良き方向へと巡らせば改善の余地はあると、なんかそんな優しさが伝わってくる。あなたがもしこの方とね、もう関係性終わってて、それでもこの方の存在に脅かされてるようだったら、もう本当なんか、うん、水に流せるよっていうメッセージかな。綺麗にこうご破産、うん、流すことができるよって。身も心も清めてこの呪縛から解き放つ、うん、綺麗に洗い流しなさいっていう、そんなメッセージも聞こえてきます。